はいどうも、お疲れ様です。11月25日の相場解説になります。その冷やしを見ていただいてるんですけども、いや、この3本のね、陰線ですよね。これがサンバガラスを作ろうとしてるんですよ。まだ完成してませんけども、おそらく3本目も陰線で確定するんじゃないかなと思います。で、ぐーっと下がってきたのが、まあこのね、半値戻しまでいかなかったんだけども、3分の1ぐらい値、ね、を戻した後に、下に突き抜けていく形は、これは N を作る兆候なんですよ。N をね。 でですのでこれから大きなが始まるるではないかといいかうに冷やしを見ていけるということですこれがテクニカルですねじゃあ4時間ですまあ冷やしを見ていくとそういった流れが仮にあるにしてもじゃあ4時間レベル1時間レベルはどうなるのかってことですよまず1つ目実態で見ていきますけどもこことここの実態を結んだところねおおむねゾーンを引きますけどもここはもう超えたのを見ていいんじゃないですかですんでこっからは倍に向かうよりもセルに向かう可能性が非常に高いわけなんですよ で、一体今、あのー、下ひげをつけて上昇してますけども、これもここにぶち当たって下に行くっていうことの、もう前段階なんじゃないかなっていうふうに見ることができます。全体的にはこれね、右肩下がりですからね。はい、すぐは1時間です。私たちが主にやるべきは1時間ですね。1時間注目に対するところですけども、さあ、どうでしょうか。えっ、ー、と、n 字を書いて、 落ちていってっるところこれを早めに気づいて捉えられていけばこの戻り売りを何回も取れていたってことになりますけどもここの部分に関しましては戻り売りにならずにレンジで昨日はお話ししましたけども逆にレンジを突き出して上の方に上がっちゃいましたねだからここで反発するかどうかをちょっと見ていきたいのが直近の見識、えー、でございますここねこれがだから金曜日の午前中にどう動くかこの値動きここのラインをどういうふうに、えー、この値動きが ぶち当たって下に行くのか、それとも上昇するのか、これ見どころでございます。当面はここを見ていきましょう。うん。話はそれからです。ではまた動きがあったら連絡します。今日は以上ですね。